るな、来るな。ですか？本当に。あなたのその優しさ、そして心の豊かさ、私はそんな桜花が大好きだし、あなたの友人でいられて本当に心から誇りに思うのです。そんなあなたの心意気を村人たちは理解できるのでしょうか？ただでさえ彼らは桜花のことを異質な存在として見ているのです。そしてそれは桜花だって重々承知の上ではなかったのですか？ええ、その通りよ。だから私はこの選択が正しいのかどうか今でもわからない。後悔さえひょっとしたらするかもしれない。でも今私にできること、それをやらなければきっと後悔する。それだけは確かだと思う。
だから、あなたの力を貸してほしいの。村人のためが嫌なら、私のために。お願い。王家、一つ教えてほしいのです。何？この前生まれた桜花の子供は病にかかっているのですか？大丈夫よ。今はね。でも、このまま病気の蔓延が続けば。わかりましたのです。私は桜花の子供を助けるために協力するのですよ。Thank you.
この村を出ましょう、オーカ。もうここはあなたの住める場所ではないのです。今のままだとあなたの気持ちに応えてくれる人はいないのです。いいえ、それどころかあなたを傷つけようとする人さえいます。この村を出て別の場所にあなたとあなたの家族の住める場所を探しましょう。私も一緒に行くのです。フルデの巫女はこの鬼ヶ淵の象徴、この地に起こる全ての災厄を取り除くことがフルデ家に生まれた者の定め。私はずっとそう教えられてきて、それを誇りに思ってきたわ。だから今ここで保身に走るわけにはいかないの。彼らが桜花のその思いに気づかなくてもですか？大丈夫、きっと気づいてくれると思う。いいえ、気づかせてみせる。私の父様は野党から村を守ろうと命を懸けて戦った。今度は私が村を守る番よ。巫女様、どうですか？答える気になりましたか？聞こえてるのかよ、おい！だんまりかよ。意外にしぶといよな。なあ、これだけ攻めたら、かえって口を聞かなくなるんじゃないか？大丈夫だろう。旦那はやっちまったけど、まだ娘は生きてるしな。弱ったところで連れ出せば、さすがに黙ってられないぜ。生きてる、ね、確かに息さえしてれば生きてることになるがな。いいんだよ、こいつらは鬼に魂を売ったやつらなんだから。むしろ俺たちは鬼退治をした正義の死ってことになるかな。それよりも、本当にあるんだろうな、お宝。殿様も軍勢を構えてきた以上、行って何も見つかりませんでしただと、俺たちの命が危ないぞ。ああ、平気平気。巫女さんの後をつけて、ちゃんと確かめてきたしさ。山の奥には見たこともない建造物があって、すげえお宝がいっぱいだったぜ。ま、それでなくとも、この前の薬があれば、また大儲けできるぜ。しかしこの巫女さんも人がいいよな。ちょっと調子悪いふりしてたら薬をタダでくれるんだもの。それを隣村の病人に高値で売りつけて、こちとら大助かりってか。今こいつらなんて。ま、当てが外れた分稼がせてもらわないとな。みこしに乗せておだてておけば、少しは恩恵に預かれるかと思ってたんだが。みこし、おだてて、だと？バカみたいにみんな仲良くなんて繰り返して、まあご立派なお考えだことで、もっとも、俺たちは山向こうの連中がどうなろうと、知ったこっちゃないがね。
そうだそうだ、あいつらから先に攻撃を仕掛けてきたんだ。俺たちが歩み寄る必要なんてない。なんせ俺たちには鬼が味方してるんだからな。誰が味方だと。こんな奴らのためにこんな傲慢で臆病で下劣で恥知らずで傲慢で嘘つきで野蛮で最低な醜い汚い儚いゴミ生物のために、私と大川なのですか。モロ刃の剣、体の硬質化を妨げてしまうからだったわよね。そうか、それは。もう一つ、あなたの体を守る結界も同じこと。
しょ、変でしょ。私は桜花のことが大好きだった。あなたの願いは何でも聞いてきた。無茶なことさえも。あなたが危ない目に遭うと分かったときは力になりたいと言った。本気で思った。それなのに、なのになぜ。人は人はね、鬼と住むことはできないの。夢を見たわ。あなたと私の家族と楽しく過ごす夢。娘もきっとあなたのことを大好きになると思った。だって私があなたのこと大好きだったから。最低最悪の生き物だ。いや、生き物と同列に扱うことすらおぞましい。害を吐き散らかして、この世のありとあらゆるものを食い散らかして蝕むゴミだ。そうでしょ、桜花。そうよ。でもね、羽生、私もその最低最悪の生き物なの。ゴミなのです、母様。あ、ち、違う。桜花は私の。違わない。そしてこの惨劇を生んだのは、紛れもない私、私が母様に無理なお願いをしてしまったから。母様を頼ってしまったから。そんなの。だから裁かれるべきは私、そしてこの村への最悪を守るため、この命を投げ出すのがフルデの家に生まれた者の定め。なんでそうなるのですか、桜花。だから待ってこい。